2019年10月の5日、準備万端で大物狙いでずっとやってましたが、今日はポーズ。大物狙いは釣れるか釣れないか差が激しい。まあ釣れてもたくさん釣れる魚じゃないですからね、大きいものはね、何、大物スズキシーバスです。シーバスとか、あとねツバス青物がね今年はねポツポツ回ってるんでね、やっぱ青物はもっと沖に出た方がいいですね。ワンオクではダメですね。そういうことで今日も坊主連続中。もうそろそろ小物釣ってまた癒されようかな。塩はね今日は割とねいいんですよね。前を見るとよれてるんですわ。ピッ、分かれへんかな、この辺とかね、ちょっとこうシャーと前のこの辺もね、塩目いうものはここはもともとあまり出にくいんでね、こうよれたですね。そのよれについたやつを狙うねんけどね、まあもともとここでツバス釣れた試しないしね、シーバスも釣れた試しもないねんね。そういやシーバスはノマセで釣ってる人は見んねんけどね、ルアーで釣ってる人ってほぼほぼおらへんのちゃうかな。そういやね、で青物もルアーで釣れた人見たことないね。ノマセやね全員、僕が今ずっとルアーでやってんねんけどね、釣ったから釣れへんのかな。飲ませはでもなあ、あんまりやる気はないしな。そういうことです。